さかねフラワーチャンネル始まります皆さんお元気ですかそしてお疲れ様です私今レッスンが終わったところでこの動画を撮っております生徒様のリクエストがありましてキャンドルアレンジメントをしたいんですがなんかツリーのような感じのキャ,ンドルキャンドルアレンジメントがしたいということで そのレッスンが終えたところですあ、そうですねいつもご視聴ありがとうございますチャンネル登録クリスマスまでに2000名目指して頑張っておりますのでどうかチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではどうぞ それではスタート。キャンドルをまず立てないといけないですね。キャンドル、今日は太めのキャンドルですので、ワイヤー14番をキャンドルに差し込んでいます。ローですから、あのワイヤー14番をね。あの日ですね。あのガスの火でもいいですから。厚くしてそれを差し込んでいただいたらあの2本させますね。以前の動画に。 あのキャンドルの立て方が詳しく載ってる動画がありますのでそれを概要欄に貼り付けておきますのでそちらの方からキャンドルの扱いい方は見てくださいね材料はもみユーカリゴールドクレストそれから火花などを使っております。まあ、クリスマスマのシーズンはこういった あのライトグレーングレーグリーンライトグリーンダークグリーンなどを使って、えー、常緑樹を使いますよ、ねでまああのサンゴ水木を使って円錐形というかトランギラーのような形にしたかったのでまずそのサンゴ水木を立てて、えー、三角形のようなツリーのような形に仕上げております。以前はホリゾンタタルルスタイルで スタイルでしたねそちらも概要欄から覗いてみてください同じ器を使っておりますこの器がねあのちょうどクリスマスシーズンにいいですものね意外とね小さそうで3分の2のオアシスあ吸水性スポンジを使っていますねで角も面取りもしておりますこのくらいねあのオアシスが大きいとあのキャンドルも安定いたしますしお花も長持ちいたします そして今日は立派な立派なバラが3本使っていますのでそちらの方もお楽しみにしてくださいそれから硫化デンドロなども使っておりますそうですこのベースをね止めるのに24番のワイヤーを使用しておりますがワイヤーだけだとね切れてしまいますのでパテえユーカリの茎をあの 吸水性スポンジの角っこの方に当てましてパテといたしておりますねそうするとまあ、少々締めてもオアシスというか吸水性スポンジが壊れないのでこういうまあメカニックって言うんですけれども基本的なことをわかるとあのとってもいいですよねはいキャンドルを立てましたすごい太いキャンドルがありましたのでこれを使用しております。 あのグリーンの入れ色をしておりますね。でこのままだとねあの円あのトランギラーのような三角形にはならないのでサンゴ水樹を使用いたします。リボンも、えー、セリアで購入したリボンをフレンチリボンしておりますね。フレンチリボンも概要欄に貼り付けておきますのでそちらの方から覗いてみてください。もみの木を ね、使用しております。このクリスマスのシーズンモミを作使うと一挙にクリスマスの雰囲気があの現れますね。このモミの木ね、このまま切ってそのまま吸水性スポンジに刺すということはあのちょっと下の方のね葉っぱの掃除を必ずしてあのご使用ください。それも基本的なことですね。えー、ヒバもそうです。コニファーもゴールドコニファーもそう。 ソファもそうです。足元をきちっとお掃除してご使用ください。ほら、こんなに立派なあの、大きなね。松ぼっくりぐらいあるような大きなバラを使用させていただきました。実はね、あの小さな実を使っております。ま下準備はこのくらいにいたしまして。 生徒様のレッスン風景を見ていただきましょうか。あ、U ピンの作り方もちょっと説明しておりますね。U ピンは24番のワイヤーを U の字に曲げて使います。これはあの苔をね止めるのに U ピンをあの作ってるわけですね。なぜ苔を使うのでしょうか。まあね、ヒバとかねコニファをねガンガン使ってもいいんですけれども、あまり使うとねあの重くなりますよね。グリーンですから。 ですからちょっとあの隙間を空けるようにして入れていきたいと思いましたので苔を使用しておりますあの最近はねあんまりなんかこう重たいアレンジメントって流行ってないんですねあの透け感というかねあの風,風が通ったような感じに仕上げるのがあの流行っております。フラワーアレンンジメントもも洋服も 同じですね。エアリー感が大切なんですね。まず。まず、あの。サンゴ水着で塩水系にしておりますね。そしてラフィアで五六回巻いて結びます。でラフィアがまあ余りましたので、蝶結びにしてもいいんじゃないかなと思いましたので、蝶結びにしていただいております。はい、蝶結びにいたしました。 それではあとはゆっくりと最後までご覧くださいませ。 そそそそうそう,そう、そうううことですのところに入れてね、そうそうはいここも立派ですね。<laughs> <laughs> いかがでしょうかサンゴミズキの枝がねいい仕事をしていますよねツリーのような形になりましたね生徒様もねあこんな風になるとは思わなかったって言ってくださいました皆さんはいかがですかよかったらコメントであのリクエストやそれから感想をどうかお寄せくださいませ。 それでは皆さん、ごきげんよう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。そしてそして、チャンネル登録と高評価ボタン押すのを忘れないでくださいね。それではありがとうございました。さようなら。